短編ミステリーホラーをご覧の皆様、玉林大樹です。いつもありがとうございます。この度は短編ミステリーホラー落とし物が再生回数がなんと2万を突破いたしました。本当にありがとうございます。そうですね、海外の方からもなんかアクセスがあったりとか、いろんな方に本当見ていただいて、直接、まあ、ご指摘を受けたりとか、そういうのもいろいろあるんですけども、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。これからもどんどん作品を作り続けていきたいと思いますので、どうぞ応援をよろしくお願いいたします。チャンネル登録、 Twitter のフォロー、コラボ、皆様どうぞよろしくお願いいたします。以上、玉寄せ大樹でした。ありがとうございます。